はい、酒好きな新潟人の飲酒動画です。今回は、外国のビールの有名どころ、デュベルをいただきたいと思います。こちらが 330ml で値段がいくらだったっけ？これも400円ぐらいだったかな？アルコール度数 8.5% で、原材料がバグアトホップと糖類と酵母。原産国がベルギー。品名がベルギービール。世界一魔性を秘めたビールと称されるゴールデンエールの最高峰。1918年以来、独自の酵母を用いたオリジナルなレシピが現在も守られ、2ヶ月にわたる長い熟成と瓶内二次発酵がその繊細な香りと絶妙な苦味を生み出します。6度から10度くらいに冷やしてお飲みください。となってます。こちらはですね、ボトルのここら辺に、そこに、ビール酵母が残ってるので、それを注ぎ入れないようにして、注ぐらしいです。そこに溜まってるのはビール酵母で、品質には変わりありません。お好みに応じてお入れください。酵母を多く入れると、より苦味の強い後味になりますって書いてあるね。まあ、俺は全部入れるけどね。それでは。おー。泡立つ。キンキンに冷やしてないからさ、泡立つんだ。6度から10度ぐらいに冷やして置いたんだけど、結構泡立ちますね。まあいいや。それ乾杯。ああ、これはあれだわ。よくあるエールタイプのビール。ちょっとオレンジっぽい、柑橘系っぽい。ああ。うん。それでいて結構苦い。苦い。あ、苦いわ。結構苦いさ。洗練されたアロマと微妙な苦味のバランス、そして際立った香りと味のゴールデンエール。非常にクリーミーで、コシの強い泡立ちと強いアルコール度数。だから、それを感じさせない口当たりのスムーズさと、甘い香りが特徴。これが悪魔たるゆえんでしょうか。伝統的な、口のすぼまった専用グラスに注ぎ、グラスに泡立ちよく、かつコントロールしながら注いでいくのが、悪魔をうまく操って飲み干すポイントだって。また、酵母を残して瓶詰めするため、シャンパンかのようにの瓶内発酵が継続します。デュベル。これちょっと下、溜まってっか。それも飲みたい。
誰もが称賛する悪魔のビール。なんだこれ。理想的な飲み頃温度4度に冷やし。あ、4度なんだ。結構冷やすんだね。ちょっとあれだな。冷やさなかったせいか。多分。泡だったのか。あえて、結構冷やして、で、高くこうバーって注いで、泡立てるタイプのビールっぽいですね。わかんないけど。デュベルは未だフルボディのゴールデンエールの代表格とされています。トップクラスのホップの未使用、香りは華やかでグレープフルーツを思い起こさせる柑橘類の、香ばしさが鼻をくすぐります。スパイシーさを兼ね備えた絶妙なバランスの味わいがまろやかに広がります。喉を潤すパーフェクトな飲み物、ゆっくり楽しむ大人のビールと言えるでしょう。でも俺、これはいいかな。これは別に大して、うまいとは思わないです。というよりこれもう、こういう系の飲み物はよく飲んできた。いわゆる、柑橘系の、エールです。ジャパニーズにもよくある、タイプの。よくあるつうか、言っちゃ悪いけど。これは別にわざわざ買う必要ないと思うな。高いしね。普通に日本でもこれ、こういう感じの味のやつよく売ってるし。うん。ちょっと濁ってる。下の方が濁ってんだね。下の方が、なんか、濁ったやつなんだけど、結局その酵母、うん、ちょっとそこら辺がなんか、下の方がなんかまろやかっていうか、なんかあれだよね。口当たりがちょっとまろやかっぽい。ゴールデンエール。いわゆるゴールデンエールって、ジャパニーズにも結構売ってるじゃん。ね。つい最近飲んだサントリーのゴールデンエールだっけ。ゴールデンエールでググれば。あれですよ、まさに。サントリーで売ってんじゃん。ね。これわざわざ買う必要ないと思うな。うん、サントリーのクラフトセレクトシリーズのゴールデンエール。まさにこれとほとんど同じ。うん。だからわざわざこれを。これ高いからね。値段400いくらしたよ、これ。450円ぐらいしたよ、多分。ああ。でも、この手のタイプっていうか、エールタイプのビールって。もう、腐るほど飲んできたんだ、俺は。うん。もうね、腐るほど飲んできたんですよ。ジャパニーズの、なんかほら、限定醸造。やら、何やら。あるじゃん。それを、
飲んでると大体二つに一つは高齢なんで、高齢系なんで、いわゆるエールタイプ、エールビールってやつね。だからこれはあんまり買う価値ないっていうか、全くない。買う価値ないっていうか、もう全くないに等しいですね。わざわざこの値段出して。買って、ってなる感じ。だって味、変わんないもん。ぶっちゃけて言うと。ちょっと酵母のあれとして、なんか、なんか、まろやかな感じあるなっていうのはあるけど。度数 8.5% だけど、全然そんな度数の感じしないしね。アルコール度数 8.5% あるくせに全然度数強いと思わないもんね。これ、それがすごいところだ。全くすごいと感じない。って感じ。多分これは。これは。ないな。全く持って。あ、デュベルっていうのはこの地方で方言で悪魔っていうのを意味するらしいですね。ベルギーのビール会社の中でも有数の企業規模で主力銘柄デュベルやマレッツなどのエールタイプのビールの醸造で知られる。いや、これ買うんだったらやっぱりあれでしょう。安定の、なんだっけ。なんだっけ。ベルギーの俺が前飲んだ、5つ押し付けた。ごめん、名前忘れたわ。ベルギービール。でも結構、有名だとは思うんだよね、このベルギー、このデュベルってね。割とどこでも売ってるしね。どこでも売ってるし、見るっていうかよく見るもん、これ。このビール。俺何飲んだんだっけ前。あ、指名ね。指名ビール。指名ビールの方が全然特徴的だな。全然、正直買って損したレベルだね、これは。こんな値段高いくせに別に、別にって感じ。これは買わん方がいいです。はっきり言って。ジャパニーズビールにもこの手のものはいっぱいあるからね。これは買う価値はないと思うよね。全くもって買う価値はないとは思いますけど。
まあ、一つ星つけるのもあれだしなと思って、二つ星です。3242です。ご視聴ありがとうございました。